ホークスクライマックスシリーズファーストステージ突破です。下克上での日本一への第一歩、先週土曜日から始まった西武との短期決戦、試合を決めたのはこの人でした。キャプテン柳田悠岐、すくい上げるように放たれた打球はテラス席へ飛び込んで、まずはスリーランホームラン。明日また頑張ります。そしてその言葉通り、34歳の誕生日を迎えた昨日の試合では、満塁の場面で打球はライトホームランテラスへ、先制のバースデーグランドスラム。体勢を崩しながらの合わせたようなスイングでホームランにしてしまう、さすがは我らのギータです。これにはホークス先発の東浜も驚きのあまりにこの表情です。チームはポストシーズンの連勝を18に伸ばして、次に挑むはオリックスへのリベンジです。オリックスは投手陣がすごくいいんでね、ホークスのいい打線をね、しっかりと見せれるようにね、全力で一丸となって頑張っていきたいと思います。